ティッチは2008年10月8日から2009年3月25日までテレビ東京系列で放送されたウォルト・ディズニー・ジャパン制作によるテレビアニメである。シリーズ化されており、本校では以下の続編、長編エピソードについても解説する。ウォルト・ディズニー・ジャパン代表取締役であるポール・キャンドランドが 沖縄県に1994年から4年間移住した経験から2006年から沖縄県を題材にしたアニメ作品の構想を練っていた2007年10月31日に中井正宏た沖縄県知事に竹富島を舞台にしたテレビアニメの制作を報告し翌年10月7日に東京都内のホテルでスティッチの制作発表会が行われた 東京国際アニメフェア2008でパイロット版が公開された。日本の沖縄にある架空の島、いざよい島を舞台にした作品である。スティッチ、プリークリー、ジャンバ、エンジェルなどのオリジナルキャラクターに加え、ユーナ、オバー、キジムナーなどの新キャラクターが登場する。テレビ、東京系列では、第1期、スティッチ。 が毎週水曜日19時26分から19時55分に全25話が放送された。ハイビジョン制作で同時に字幕放送も行われた。スティッチが黄色字幕、ユーナが青色字幕、それ以外の人物は白色で表記。不定期に朝の時間帯にそれぞれの話をピックアップした総集編が放送されたこともある。 2009年3月25日にテレビ東京系列の第1期の本放送が終了し最終話を1時間スペシャルとして放送した放送後に第2シリーズの制作が発表された2008年11月22日には CS のディズニーチャンネルでディズニーチャンネル5周年記念特番内で先行放送が行われ 翌月12月7日に本放送が開始された。ほぼすべての回で脚本と、絵コンテを、日本のスタッフ、演出や作画などの実製作を、韓国のモアアニメーション及び DR ムービーが、担当しているが、稀に演出や、実製作を、G、G&G ディレクションや、手塚プロダクション、ム無クアニメーションなどが担当したこともある。 DVD が8月5日に第1期前半を収録したボックス1と第1期前半の中から選ばれた6話、8話、11話と特典映像を収録した傑作エピソード集、スキスキ、エンジェルが発売され、10月7日には第1期後半を収録したボックス2と第1期後半の中から選ばれた15話、22話に加え、 未放送の26話を収録した、傑作エピソード集、火の玉坊やダマッチが発売。発売元は、ウォルトディズニー・スタジオ・ホーム・エンターテインメント。レンタルも同時に開始された。DVD の CM は、本作の舞台である、沖縄県出身の歌手ユニット、スピードがナレーションを担当した。リロスティッチのリロが大人になり別れてから数年。 立った後という内容になっている。詳しくは、第3期の項目を参照。ディズニーチャンネルでは2009年6月26日に、メンソーレ、スティッチデーというタイトルの特別編成を行い、地上波未放送エピソードの26話が放送された。スティッチは、ある日、ジャンバの作った宇宙スクーターで遊んでいたが、宇宙嵐に巻き込まれて、 地球の沖縄という島にある伊ザヨ伊島に不時着した。スティッチは空腹のために島の食べ物を食べまくり、島中がパニックになる。伊ヨイ島に住む少女、ユーナは森の中でスティッチを見つけ、勝負を挑まれる。しかし、次第に和解し、スティッチをイチャリバ朝礼として彼女の家に招待することになる。そんな中、 石玉の石の伝説を知ったスティッチは宇宙一の力を手に入れるために43のいいこと探しを始めることになった。格和リストを表示するには右の表示をクリックしてください。CS のディズニーチャンネルでの放送は季節物ストーリーはその季節のみ限定放送されるなど通常は 結番のようにストーリーをスキップして放送している2009年10月13日より2010年6月29日までテレビ朝日系列にて19時から19時30分に放送された第2シリーズ第1シリーズ放送終了後に第2シーズンの制作が決定2009年秋に放送予定と発表されその後放送局を テレビ朝日に変更し、アーレ列全国24局同時ネットで放送すると同年8月に発表したハイビジョン制作で字幕放送。なお、同時刻のアニメは1989年9月までに放送されたエスパーマビ以来20年ぶりである。 またテレビ朝日系におけるディズニーアニメは1991年10月から1993年9月まで平日夕方18時50分19時のベルト枠で放送されたディズニータイム以来16年ぶりである UFO 戦士ダイアポロンレディレディトッポジージョバトルスピリッツシリーズのように他局のアニメをテレビ東京が引き継ぐ形で放送する例はあったが その逆は初。朝日放送朝日放送テレビ制作日曜朝8時30分枠のアニメ、当時はフレッシュプリキュア。以外での女子向けアニメは、神風怪盗、ジャンヌ以来、9年9ヶ月ぶりである。前作では、物語の舞台である沖縄に系列曲がないため、他系列曲での番班扱い、遅れネットであったが、 今作より、琉球朝日放送が系列局であるため、スティッチシリーズ史上初の同時放送が実現された。前期は、半年間放送されたのに対し、今作は放送休止の期間が前期と比べて多かった。ため放送期間が3ヶ月延長され、2010年6月29日放送の、スティッチ。さよならスペシャルをもって終了した。 2010年8月8日にディズニーチャンネルで地上波未放送エピソード宇宙一のお兄ちゃんが放送された。スティッチというナは相変わらずいざよい等の生活を送っていた。なぜかスティッチにだけいたずらを仕掛けるペット型、エイリアン、ブーグーと神戸から転校したおしゃれ小学生のさえユーナのずる賢い,いとこのずるここと、つるこなどと言った。 新たな人物が登場し、イザヨイ等の生活はより楽しいものへと変わっていく。そして今日もスティッチは願いを叶えるためのいいこと集めや、世界征服を目論む、ハムスタービールたちとの戦いに奔走するのだった。主要人物試作品リストその他のキャラクター地上波の28話から45話までのエンディングコーナーとして登場。ディズニーチャンネルでは、未放送。 同義を着たプリークリーが、プリークリーとして登場し、挑戦者と称する、試作品と対決する。が、その試作品の能力に翻弄され、まともな勝負ができないというのが、お決まりのパターンである。ジャンバも登場し、プリークリーというと、プリークリーが、プリークリーです。と突っ込んでいる。たまにスティッチが登場することもある。オチとして、毎回ドラを叩いて、 コーナーが終了する。19時54分から20時に放送される、スティッチ。では、次回予告の前に、対戦相手が異なる別バージョンが放送された。DVD ボックスではこれらを含んだ全編が、特典映像として収録されている。各和リストを表示するには、右の、表示をクリックしてください。CS のディズニーチャンネルでの放送は、季節ものストーリーは、 その季節の特別編成時のみ限定放送されるなど、通常は欠番のようにストーリーをスキップして放送している。戦術した通り、本作は前期に比べて休止期間が非常に多かったでも見られていた。いずれもウォルトディズニー・スタジオ・ジャパンから発売。レンタルは端末でリリースされている。ボックス版ベスト版2010年7月6日より、 テレビ朝日系列にて19時から19時27分に放送された第3シリーズであり、テレビシリーズとしては完結編。また、この番組の後枠で同日に放送開始された、デジモンクロスウォーズが19時27分に開始され、それにより放送時間が3分短縮されている。舞台はこれまでの伊沢良井島から沖縄本島の格優都市、沖縄ニュータウンに変わり、 ユーナとスティッチが都会の新しい学校を舞台に大活躍する学園ストーリーとなる。また、ハムスタービールに加え、新たなる敵として女相当デリアが登場する。スティッチのパワーチップを狙って試作品に強化改造を施した改造エイリアンが次々と送り込まれ、バトルもスケールアップする。これまで第一シリーズからの繋がりはあったものの、ィロスティッチとは、 つながりはなかった。しかし、リロと再会する日の話で、リロがすでに大人になっており、子供の頃のリロとウリ二つの娘もいたことから、リロスティッチから数十年後であることが判明した。また、アニメーション制作が、マッドハウスから、新映動画に変更されている。2011年3月8日の放送をもって、放送終了。終了後は、 同系列の少女、女児向けアニメは、プリキュアシリーズのみとなっている。また、連続アニメとしては、最後の作品となっている。スティッチという名は、学校の統廃合のために伊沢伊島を離れて、沖縄本島の都市、沖縄ニュータウンで、海、堺小学校に転校するためにずること新生活を、始めようとしていた。一方、ハムスタービールは、 暗黒星団軍事の女相当である、デリアと手を組んで、スティッチのパワーチップを狙おうと企む。そして、すべての試作品のエイリアンを強奪し、改造を施したエイリアンを使って、パワーチップを奪おうとする。新たなる生活、そして新たなる敵。スティッチは、ユーナとニュータウン、そして、パワーチップを守れるのか主要人物試作品リストマイナス1。 ハムスタービールによって改造された試作品。スティッチからは悪いとこと呼ばれている。体の随所にはハムスタービールの頭文字である H のマークが刻まれている。改造された試作品の大半は改造前と比べて目つきが鋭く目の色が変化している。ジャンバの家にある特殊な装置によって元に戻すことが可能。詳細は ザシリーズの試作品リストでも記載されているが、こちらでも記載する。試作品リストマイナスにその他のキャラクター格和リストを表示するには、右の表示をクリックしてください。前作よりも休止期間は若干短くなっている。いずれもウォルトディズニー・スタジオ・ジャパンから発売。レンタルは端末でリリースされている。 ボックス版ベスト版2012年6月16日の17時30分から18時30分にディズニーチャンネルで放送された1時間の長編エピソード。ずっと最高の友達の特別エピソード。芸人の剣道小林とハリセンボンのミノア・ハルカがハムスタービールに囚われた開拓者エリアン役で出演。この作品はもともと 鳥取県で2012年に開催された国際漫画博の作品として企画、制作されたもので、その名残としてスティッチという名が鳥取を訪れるシーンがある。2016年6月22日にスティッチ、パーフェクトメモリーと同時に DVD で発売された。夏休みの沖縄ニュータウンの浜辺で遊んでいたスティッチという名。そんな時、 銀河連邦議長から惑星戦争が起こったとの知らせが入る。戦争に立ち向かうことになったスティッチは、ユーナと沖縄に別れを告げ地球を離れる。目的地へ向かう途中、スティッチたちは燃料補給のために砂で覆われた砂漠の惑星、カトゥーナ星へ立ち寄る。そこで彼らを待ち受けたのは、脱獄したハムスタービール博士と彼に囚われたプリークリーの かつての仲間のアタイナをはじめとしたカトゥーな製の開拓エイリアンたちだった。2015年8月7日18時30分から19時30分にディズニーチャンネル2015年9月20日に D-Life で放送された1時間の長編エピソード第2弾。2015年6月26日スティッチの日に制作を発表。ディズニーチャンネルでは世界初放送を記念して スティッチ。新作接近。パーフェクトウィークとして2015年8月3日から7日まで特別編成が組まれ、特別編成最終日に放送された。ディーライフでは、スティッチ。パーフェクトサンデーとして2015年9月13日と20日に2週連続の特別編成が組まれ、20日に無料初放送として放送された。2016年6月22日に、 前作、スティッチと砂の惑星と同時に DVD で発売された。2020年時点で最後の作品となっている。スティッチとユーナたちは平和な日常を過ごしていた。そんなある日、宇宙各地で謎の巨大タンクロケットによって自然資源が強奪される事件が発生。そのロケットが地球に現れたことでユーナと ブーグもそれに巻き込まれ、行方不明となる。ユーナたちを捜索するスティッチの前に、銀河連邦のロボットティーラが現れる。ティーラはスティッチに、事件の捜査協力を依頼しに来たというのだ。スティッチは、ユーナたちの捜索を優先して断ろうとするが、ティーラがユーナは、銀河連邦に、保護されていることを知らせたため、ティーラと共に、宇宙へと向かう。 2010年4月28日に、スティッチ。および、スティッチ。いたずらエイリアンの大冒険の主題歌および、挿入歌。全13曲を収録した、コンピレーションアルバム、スティッチ。オリジナルサウンドトラックが、エーベックスマーケティングから発売され、後に2019年1月9日に、ユニバーサルミュージックから再発売された。挿入歌のほとんどは、発音源化となる。 ハエと、太陽歌、モンゴル八百ロデオスターメート歌、ザピローズスマイル歌、キマグレんイチャリバオ花歌、ビギン青やらし歌、オールジャパンゴイと友達歌、グリーンピースヒーロー歌、石川清高一人じゃない歌、ブレス四ナンバーワン。歌、ラバーズソウル加減の月から、歌、神谷千尋スティッチイズカミング歌、ブレス四スティッチエンサー歌、ラバーズソウルいざよいよい歌、 ビギン w ハトマカナコスティッチ。いたずらエイリアンの大冒険に関するカテゴリー、スティッチ。ずっと最高の友達に関するカテゴリー、スティッチと砂の惑星に関するカテゴリー、スティッチ。パーフェクトメモリーに関するカテゴリー、ありがとうございます。